安田恵里は、日本のプロビーチバレーボール選手、実業家、埼玉県熊谷市出身。中学生の頃からバレーボールに親しみ、ジュニアオリンピックカップに出場する実績がある。カスカベ競泳高等学校に進学するも、怪我により選手活動を断念。その後、2013年に、ミス、日本コンテストに出場し、グランプリ決定大会のファイナリストに選ばれる。また、 同時にミスアースジャパンコンテストにも出場し、やはりファイナリストに選ばれた。同年11月22日から12月1日に行われた東京モーターショーでは、テスラモーターズブースのコンパニオンを務めた。2013年にアルゼンチンへの取材の際、ビーチバレーボールの試合を観戦し、もう一度バレーボールをしてみたい。できればビーチバレーボールをしたいということで、 浦田聖子に相談し、川崎ビーチスポーツクラブにて、ビーチバレー選手として、現役復帰を果たす。2014年、ミスワールド日本代表選出大会に出場し、準ミスワールド日本代表を受賞した。2015年、セントフォースのスポーツ、文化人セクションである、セントフォースゾーンと、マネジメント契約を結ぶとと,ともに、 川崎ビーチスポーツクラブ所属のプロビーチバレーボール選手としての活動を開始。また、日本、アルゼンチン文化大使にも就任した。2017年、芸能マネジメントを陸コーポレーションに移す。2016年11月、俳優の麻生ウワヘイとハワイで婚姻届を提出したことを自身のブログで発表。日本では2017年3月14日に入籍。 ありがとうございます。